宇野昌馬は日本のフィギュアスケート選手。愛知県名古屋市出身。マネジメントはユニバーサルスポーツマーケティング USM 在籍。トヨタ自動車食卓社員。中京大学スポーツ科学部在学中。2019年6月まではグランプリ東海フィギュアスケーティングクラブに在籍していた。主要な戦績として2018年ピョンチャンオリンピック銀メダリスト。 2017年2018年世界選手権2位、2017年2018年グランプリファイナル2位、2019年4大陸選手権優勝、全日本選手権4連覇など、2016年4月22日に開催された厚生チームチャレンジカップにて ISU 公認体開発の4回転フリップジャンプに成功。ISU から、 公認大会で史上初成功した選手として認定され、2016年10月1日のジャパンオープンの大会終了後にギネス世界記録の認定賞を授与された。名古屋市立富士中学校、中京大学附属中京高等学校を卒業。2016年4月に中京大学スポーツ科学部へ入学。血液型は B 型。4歳年下の弟。 木が両親への聞き取りも交えてまとめたエッセイ、兄、宇野昌磨によれば、宇野の出生体重は1000グラムに満たなかった。幼少期は、全速で入退院を繰り返し、体を強くしようと両親が色々なスポーツを試させた中で、宇野本人がもう一度やりたいと言ったのが、フィギュアスケートだったという。また、木はツイッターで、兄が紫外線アレルギーであることも告白している。 同じ兄弟でも昭和は紫外線アレルギーです。紫外線に当たると赤く腫れ、熱や湿疹も出て、数週間は治りません。とのことである。フィギュアスケートを始めたのは5歳の頃、名古屋スポーツセンターでスケート教室に参加した際に、スピードスケートかアイスホッケー、フィギュアの選択肢があり、偶然言い合わせた浅田真央に、 一緒にフィギュアスケートやろうよと声をかけられ、フィギュアを選んだ。以降、浅田が海外に拠点を移すまでの5年ほどの間、練習を共にした。同じ山田町子文科生の村上かなことも、指定のように仲が良い。2019年6月に東海クラブを卒業して、山田町子、樋口美保子両コーチの元を離れ、2020年1月からは、スイスに練習拠点を移して、 ステファン・ランビエールに支持している。憧れの選手は高橋大輔2006年12月、全日本選手権で高橋の FS、オペラ座の怪人を生で見たことがきっかけ。同大会には男子唯一の花束スケーターとして浅田真央に花束を贈呈した。祖父に日本画家、洋画家の宇野藤雄がいる。トリプルアクセルをジュニア時代に長期間飛べず。 2014年10月に、得得した遅咲きの選手であった。一時期は周囲にやらされていたと認めるが、その後は練習の虫と称されるほど練習を大事にしている。2018年ピョンチャンオリンピック銀メダル獲得後のインタビューでは、五輪で2位だから嬉しいとかはない。他の試合の銀メダルとあんまり違いを感じなかった。また、特別な場所なんだなっていうのはあったけど、僕にとっては、 特別じゃない。最後まで一つの試合でした。正直、あんまり今後のためにならないかな。あまり緊張もしなかったし、新たな経験もしなかったとうのぶしを語っている。インタビューでは、努力は必ず報われるとは思っていない。ただ、嘘はつかないとは思っている。他選手のアクシデントから何か教訓を得たかとの、マスコミからの問いに、人の怪我をしたところを見て、 そういうことは考えてはいけない。答えたくもない。五輪銀メダリストとして挑むシーズンに向けて、過去の結果に何か意識を置いたことはない。成功した人が勝つと思っているのでなどの発言がある。2017年四大陸選手権の SP で披露されたクリムキンイーグル。四種類の四回転ジャンプとすべての三回転ジャンプを飛ぶことができる。四回転フリップは2016年、 構成チームチャレンジカップの SP での成功により、ISU 公認大会における史上初めての成功者として ISU から認定された。翌日の FS でも成功させ、2016から17シーズンには SP と FS の両方の構成に組み込んでいる。4回転ループは2016年4大陸選手権の公式練習などで着氷を、 成功させていたが、試合では2017年4大陸選手権の FS で初挑戦し成功させた。ISU 公認大会では史上2人目の成功となった。4回転サルコーは2017年4大陸選手権の公式練習などで着氷を成功させていたが、試合では2017年ロンバルディアトロフィーの FS で初挑戦し成功させた。 2017から18シーズン FS に組み込んでいたが、成功率が上がらず、プログラムの完成度を守るためピョンチャン五輪前に封印した。その後、2018から19シーズン FS では、再び四回転サルコーを冒頭に組み込んでいる。世界初認定の四回転フリップをはじめ、フリップは非常に得意で、コンビネーションジャンプにもよく使用している。 第85回全日本フィギュアスケート選手権の公式練習では4回から 3T のコンビネーションジャンプを成功させている。また2016年チームチャレンジカップの FS では 3A-1 ロ -3F の3連続ジャンプを成功させ、その後 FS の構成に組み込んだ。また2019国別対抗戦フリーにおいて冒頭4回から 3T に成功した。 4回から 3T の公式大会での成功は4人目である。トリプルアクセルはイーグルからの入りで飛ぶことが多く、常に5位2から3がつく得点源となっている。また、実戦で成功したことはないが、個人での練習中や大会の公式練習などではたびたびトリプルアクセルマイナス4回転トーループのコンビネーションを成功させている。2017年全日本選手権では、 ダブルアクセルマイナス4回転トーループを FS の後半に挑んだが4回転が抜けてしまい、失敗に終わった。2019国別対抗戦では、フリー後半に 3A-4T を投入し、4T で点灯はしたものの、実施自体は回転は足りているとして認定された。その後、3A-4T は2019から20、シーズンでの実戦投入を明言している。 足首や体の柔らかさと体幹に基づくクリームキンイーグルの使い手。12歳からすでに観客に披露しており、氷に手をつき5秒以上姿勢を維持することも可能で、自らもトレードマークと語る。アイスショーでは上半身を後ろに深く反るだけでなく、両手を広げたままや、片手を肘までリンクにつけたり、頭の上にまっすぐ上げた両手を手首近くまでリンクに、 つくクリムキンイーグルも披露している。多くのプログラムにも取り入れていて、2016から2017シーズンのショートプログラムには、イーグル 3A クリムキンイーグルを取り入れている。競技プログラムは演技時間内に必須要素を入れる必要があり4秒以内に抑えられているが、観客が湧くポイントとなっている。スピンとステップの技術は高く、ほとんどがレベル4を達成し多くの加点を得ることができる。 2016年グランプリファイナルでのコンビネーションスピンでは満点の声がついて5.00点を獲得した。これは男子では現役時代のステファン・ランビエール以来となる。初出場の2012年世界ジュニア選手権のショートプログラム2009から2010シーズン全日本のオビス選手権で優勝し全日本ジュニア選手権に初出場し3位となる。 2010から2011シーズン、再び全日本ノービス選手権で優勝。全日本ジュニア選手権では4位に入った。ユースオリンピック銀メダル獲得2011から12シーズンより、ジュニアグランプリシリーズに参戦。初戦のバルティック杯では4位。続くタリン杯では3位となり、2戦目にして JGP シリーズで初のメダルを獲得。 同年の全日本ジュニア選手権では5位に入り、全日本選手権に出場。初出場となった全日本選手権では9位となり、新人賞を受賞する。2012年世界ジュニア選手権の代表に選出された。全日本ジュニアの成績等から派遣された、インスブルックユースオリンピックでは、SP6 位から FS で巻き返し、銀メダルを獲得した。世界ジュニア選手権では10位となる。 2012から13シーズン、JGP ブライオン・シュベルター・坂月で2位。全日本ジュニア選手権では2位。全日本選手権では11位。当初は田中圭司が世界ジュニア選手権の代表だったが、負傷で代表を辞退したために繰り上がって出場し、7位となった。2013から14シーズン、JGP リガハイで3位。全日本ジュニア選手権2位。 全日本選手権では SP6 位となり FS では最終グループに入る総合では7位となり世界ジュニア選手権への3大会連続出場となった世界ジュニア選手権では SP3 位 FS5 位で総合5位となるガルデナスプリングズキでは国際大会のシニアクラスで初優勝 JGP ファイナル世界ジュニア選手権 優勝2014から15シーズン、アジアフィギュアハイで4回転トーループを初成功させ、優勝。続く、JGP シリーズの2大会でも4回転トーループを成功させ、クロアチアハイでは JGP シリーズ初優勝となった。シリーズのポイントランキング2位の成績で、自身初の JGP ファイナルへの進出を決めた。全日本ジュニア選手権では3回転アクセルを、 初めて成功させ初優勝となった。ファイナルでは SP3 位、FS では一つのマイナス評価も受けない演技を披露し、ジュニアでは初の160点台のスコアを獲得。総合でもジュニアの世界歴代最高得点を更新し、小塚隆彦、羽生譲るに続く日本男子3人目の優勝となった。全日本選手権では SP3 位、FS3 位で、 銀メダルを獲得した。この結果により4大陸選手権に初選出される。全国高等学校フィギュアスケート総体では、SP で冒頭の3回転アクセルで着氷に失敗するものの1位につけ、FS では出場選手で唯一4回転ジャンプを成功させ、2位に50点以上の差をつけて大会に連覇となった。EX ではアンコールにおいて着氷が乱れたものの四。 回転等ループを披露した。シニア初の国際大会となる4大陸選手権では SP で自己ベストを更新し2位につけた。続く FS では自己ベストを更新したもののジャンプの転倒などがあり5位、総合5位となった。世界ジュニア選手権では SP で、ジュニアでは初めて80点台を記録するなどして優勝。 日本人で5人目の世界ジュニア選手権優勝者となった。同大会では山本壮太も銅メダルを獲得。日本人初のダブル表彰台という快挙を達成した。初出場で銅メダルを獲得した2015年、グランプリファイナル GP ファイナル銅メダル獲得2015から16シーズンシニアクラスへ移行こう。 ジャパンオープンでは参考記録ながらも185.48の高得点をマークし、男子個人で1位。チーム日本の優勝に貢献した。グランプリシリーズに初参戦し、スケートアメリカで銀メダルを獲得した。エリック・ボンパールハイでは、グランプリシリーズ初優勝を飾った。初出場のグランプリファイナルでは、FS で自身初の190点台を記録し、 同メダルを獲得した。男子シングルの選手がシニアのグランプリシリーズデビューの年にファイナルでメダルを獲得するのは初めてのことである。全日本選手権では SP2 位、FS3 位の総合2位となり、前期に続き4大陸選手権に選出されたほか、世界選手権の代表にも初選出された。4大陸選手権では SP で自己ベストを出し2位につけるが、 FS で4回転ジャンプの回転が抜けてしまうなどのミスがあり、総合4位となった。初出場となった世界選手権では SP で4位、FS で後半の4回転トーループで転倒するなどのミスがあるも7位入賞となった。また、この成績により同大会に出場した日本人選手のポイントは羽生譲ると合わせて9ポイントになり、 同大会で2枠だった代表枠の3枠復帰に貢献した。GP ファイナル同メダル、全日本選手権初優勝同メダルを獲得した2016年、グランプリファイナル2016から17シーズン、初戦のロンバルディアハイで優勝。ジャパンオープンでは、参考記録ながら200点に近い198.55点をマーク。チーム日本の優勝に貢献した。スケートアメリカでは、 FS で3度の4回転ジャンプを成功させ優勝した。ロステレコムハイでは2位となり2年連続のグランプリファイナル進出を決めた。グランプリファイナルではショートプログラムでは自差調整に苦しみ4位発進もフリースケーティングでパーソナルベストを更新し2年連続の3位となる。全日本選手権では初優勝を飾る。その結果世界選手権4大陸選手権 アジア冬季競技大会の代表に決まった。4大陸選手権同メダル、アジア冬季競技大会優勝、世界選手権銀メダル獲得銀メダルを獲得した2017年世界選手権、4大陸選手権では、SP で史上4人目となる100点台をマークすると、FS では、試合で初挑戦となる4回転ループに成功し、フリップ、トーループもまとめ、 自身初の3種類4本の4回転ジャンプを着氷に成功したが、トリプルアクセル2本とも失敗。総合では、自己ベストの288.05点を出したが、さらにミスの少なかったネイサン・チェン、ハニュー・ユズルには届かなかったものの総合3位。ISU の選手権大会では、初の表彰台となった。2週連戦となる、札幌・冬季アジア大会では、SP2 発進。 フリーで188.84点、合計281.27点で、逆転優勝を飾る。3月にはルクセンブルクで行われた、プランタンハイに出場。主要国際大会でないため、非公認記録になるが SP で104.31点で、トップに立ち自己ベストを4.03点上回る、スタート。続くフリーでは、冒頭の4回転ループで転倒したが、 その後はほぼミスのない演技で199.37点で1位となり合計303.68点で優勝した。続いてヘルシンキで開催された世界選手権に出場。ショートではすべてのジャンプを成功し自己最高となる104.86点で4。大陸選手権で出した自己ベストを4.58点更新。冒頭の4回転フリップ。 続く4回転マイナス3回転の連続トーループは出来栄え評価で1点以上の加点を得た。首位のハビエル・フェルナンデスとは4.19点差の2位となる。逆転をかけたフリーは冒頭の4回転ループを着氷させて勢いをつけ4回転フリップへとつなげた。続く3回転ルッツでバランスを崩したがその後に響かせることもなく滑り切ったり、 フリーでは214.45点となった。トータルスコアはシーズンベストとなる319.31点。合計では自己ベストを31.26点も更新。その結果、準優勝を飾り銀メダルを獲得。世界選手権で初めて表彰台に上った。また、同大会は翌年のピョンチャンオリンピックの代表枠を決定する大会でもあり、この結果を受け、 同大会に出場した羽生譲るとの合計ポイントは3ポイントという、出場国最高のポイントに、ピョンチャンオリンピックの最大代表枠3枠の獲得に大きく貢献を果たした。シーズン最終戦の世界国別対抗戦では、SP1 位と FS2 位を獲得し、チーム日本の優勝に貢献した。総合得点では、男子シングル全選手の最高得点となる302.02。 を獲得した。このシーズンで出場した全試合での表彰台を制覇し、シーズンを終えた。全日本選手権に連覇2017から2018、シーズンを前に2017年6月1日に、トヨタ自動車に従業員アスリートとして入社した。ショートに、式競争局第4番、冬、フリーは2期ぶりに、トゥーランドットを使用することを、自身の公式サイトで発表した。 初戦のベルガモで開催されるロンバルディア杯に出場。ショートフリートータルスコアのすべてで自己ベストを更新。フリーでは実戦で初めて4回転サルコーを成功させるなど5度の4回転ジャンプをすべて着氷し2連覇を達成した。グランプリシリーズ初戦のスケートカナダで優勝。フランス杯ではインフルエンザの発症によって休養を余儀なくされ体調不良の中2位となる。 昨季のプランタン杯から5戦続いていた300点超えは5大会連続で途絶えたが12月の地元名古屋市で開催されるグランプリファイナルの出場を決めたグランプリファイナルのショートは3回転アクセルを点灯しながら100点超えで2位フリーでは今季初戦のロンバルディア杯で成功させた4回転サルコーに大会ぶりに投入して成功させたものの 冒頭の4回転ループと後半の4回転トーループを失敗。SP1 位だったネイサン・チェンにも多くのミスがあり、FS1 位となったが、総合では0.5点の僅差で2位。グランプリファイナル3期連続となる表彰台で自身の最高位。演技中には気づけなかったが、規定の範囲内であと1回ジャンプすることによりチェンの得点を上回ることは可能だった。 全日本選手権では2連覇を達成し、オリンピック代表に初選出された。4大陸選手権ではこのシーズン苦しむ4、回転トーループを修正し、フリー後半で2本決め、オリンピック前最後の実戦で2位となった。ピョンチャンオリンピック銀メダル獲得銀メダルを獲得した2018年ピョンチャンオリンピック2018年2月、韓国で開催のピョンチャンオリンピックでは、まず団体戦で、 日本人代表選手としてショートプログラムに登場。ショートプログラムでは各国の S 選手が投入されたが転倒が相次ぐ波乱の展開が続く中、103.25点をマークする唯一の100点超えで2位に10点以上をつけ1位に立ち、日本チームのフリープログラム進出と合位入賞に貢献した。男子シングル個人種目では、ショートプログラムでは、 最初に4回転フリップを成功、後半に4回転と3回転の連続トーループを決めた。トリプルアクセルでは着氷で乱れかけたもののこらえ、1位の羽生譲るに約7.5点差、2位のハビエル・フェルナンデスに約3.5点差離れた104.17点で3位につけた。フリーでは出場24選手で最後の滑走順となった。 冒頭の4回転ループですぐに転倒するも4回転フリップは成功3回転ループも決めた後半では4回転と2回転の連続トーループは2本とも着氷が乱れたがイーグルからのトリプルアクセルや最後の4回転となったトーループは成功さらにトリプルアクセルからの3連続ジャンプサルコーとトーループの連続ジャンプを決める 結果フリーのみの得点では202.73点。最終順位でフェルナンデスを1.68点上回る総合得点306.90点で、自身初の五輪出場で銀メダルを獲得。日本フィギュアスケート選手では、伊藤緑と浅田真央に続く3人目の五輪銀メダル獲得となり、日本男子シングルフィギュアスケート選手では、歴代3人目の五輪メダリストとなる。 日本フィギュアスケート史上初の五輪複数表彰台、及びワンツーフィニッシュとなる。さらにフィギュアスケートの男子シングル種目史上でも、五輪同国、ワンツーフィニッシュは2002年ソルトレイクシティ五輪以来16年ぶり、日本冬季五輪史上でも1972年、札幌オリンピックのスキージャンプ70メートル級、傘屋、紺野、青地の表彰台独占以来46年ぶりとなる。 2年連続の世界選手権、銀メダル獲得銀メダルを獲得した2018年世界選手権2018年3月、イタリア・ミラノで開催された世界選手権では、ピョンチャンオリンピック直後に新調した靴を急ピッチで馴染ませようと練習量を増やした結果、開幕前の公式練習で右足交通を発症。本番のショートプログラムではジャンプの難易度を落として挑んだが、 4回転フリップから変更した4回転トーループは、きれいに着氷したものの、3回転の連続ジャンプで2本目が2回転になるミス。スピンやステップでは、すべての項目で最高のレベル4を獲得したものの、94.26点と、自己ベストよりも10点以上低い得点で5位発進となる。フリーでは、枠のことがあるので攻めたいと難度を落とすことなく、 五輪と同じジャンプ構成で挑んだ。中盤までジャンプに苦戦する展開だったが、終盤は4回転マイナス2回転の連続トーループを決めるなど現地メディアに、魂の270秒と評され、フリー179.51点の合計273.77点となる。結果、2年連続で準優勝し、2つ目の世界、選手権銀メダルを獲得。 日本人男子フィギュアでは4人目の世界選手権メダル複数保持者となる。この結果を受け、羽生譲の欠場で出場した友野和樹の検討で日本選手の合計ポイントは7ポイントになり、翌年に日本の埼玉県埼玉市で開催予定の世界選手権での代表3枠を保持した。このシーズンは計8大会に出場し、全出場大会で優勝か。 準優勝した。新たなショートプログラムに天国への階段を、フリーにはベートーベンのピアノソナタ、月光を使用することが発表された初戦のベールガモで開催されるロンバルディア杯に出場。ショートは104.15点を記録し首位発進し、フリーでは1位の172.05点となる。ショートからトップを守り、計276.20点で3連覇を果たした。 従来の4分30秒から4分へ短縮された新ルールに疲れも覗かせながら初戦を制した。グランプリシリーズ初戦のスケートカナダで逆転優勝しに連覇を達成した。続く NHK 杯に初出場し、ショート、フリーともに4回転トーループのコンビネーションジャンプにミスが出るが、スケートカナダに続いて自身初の GP シリーズ連勝を果たした。しかし、 迎えたグランプリファイナルでは、現地入り直後から急激に調子を落とし、ショートは91.67点で2位、フリーは183.43点で2位、総合275.10点で2位となった。全日本選手権3連覇、4大陸選手権、優勝3連覇を期待される中で挑んだ全日本選手権は、ショート当日の朝の公式練習前に、 ウォーミングアップで右足首を捻挫し、さらに直前の6分間練習でも足を痛めた様子を見せ、ジャンプをほとんど飛ばずに本番を迎えた。そのまま挑んだショートでは、冒頭の4回転フリップをはじめジャンプをすべて成功させ、ガッツポーズを見せる演技で102.06点をマークし首位に立った。怪我の状態を心配する報道陣に対しうのは、弱い自分を見せたら大崩れしてしまう。 言い訳にしたくないので、フリーが終わるまでは僕の口からは控えたいとして、足の状態を一切口にしなかったが、その夜には痛くて歩けなかったと後に本人が語るまでに悪化した。翌日は公式練習をパスして、病院で MRI 検査を受け、捻挫の診断と無茶はしても痛いだけで、選手生命には響かないと言われたこと、トレーナーの処置を受け痛みが改善したことから、 フリー出場に踏み切った。フリー当日の公式練習でもジャンプの着氷が乱れるなどし、コーチ陣からは危険を進められたが、本人の意思もあり強行出場。本番では4回転サルコーを3回転サルコーに、3回転サルコーマイナス3回転トーループのコンビネーションを3回転ループの単発にするなど、構成の難易度を落としたものの、 冒頭の4回転フリップと4回転トーループ、4回転トーループマイナス2回転トーループの3本の4回転を着氷するなど踏ん張り、187.04点をマーク。結果はシーズンベストとなる289.10点で優勝を飾り、3連覇を達成した。ナオコの大会では常々憧れと口にしていた高橋大輔と5人振りの共演となった。 その後、全日本選手権のエキシビションと年明けに予定していた、イタリアでのアイスショー出演を見送り、念座の治療とリハビリに専念。しかし、表情練習を再開した直後に、同じ歌唱を再び念座、2月中旬にエントリーしていた、チャレンジカップ欠場を決め、世界選手権までの試合を4大陸選手権のみに、絞ることに決めるも1月の末に3度目の念座を追い、 極度の練習不足のまま、四大陸選手権出場のためアメリカ入りした。四大陸選手権では、大会前に、うのは、世界大会で、シルバーコレクターと、皆さんに言っていただいて、満足できるに、満足できないに、たくさんあったと思いますけど、一位を目指して頑張りたいと思いますと、シルバーコレクター返上を宣言。しかし、右足首の捻挫の影響もあり、ショートでは、 冒頭の4回転トーループと続く3回転サルコーマイナス3回転トーループでバランスを崩すなどをジャンプにミスが相次ぎ91.76点でまさかの4位発進となった。しかしフリーでは4回転サルコーこそ封印したもののアメリカに来てから練習を再開したという4回転フリップを構成に戻し4回転トーループ2本と合わせた計算本の4回転を全て着氷。 終了直後に表情に倒れ込むほどの気迫あふれる演技を披露し、ルール改正後におけるフリーでの世界最高得点197.36点をマークして逆転優勝を果たした。また、この優勝によりシニアデビュー後4年目にして念願の国際主要タイトル初の獲得となった。世界選手権では91.40点で6位となる。フリーでは 178.92点、合計270.32点、4位となり、表彰台を逃す結果となった。また、シーズン終了後の6月3日、突如所属していた東海グランプリを卒業すると発表。5歳から15年以上指導を受けた、樋口山田コーチの元を離れ、海外への拠点変更も視野に入れた上で、コーチ変更の意思を示した。その後、 ロシアのエテリトゥトベリゼコーチのサマーキャンアレクサンドラ・トゥルソワやアンナ・シェルバコワをはじめ、女子ジュニア4回転時代を切り開いた選手のコーチを務めるエテリだが、男子トップ選手では初めてエテリの指導を受けることになった。エテリへの指示をするか否かは明らかにされておらず、新しいコーチは急いで決める必要もない。20から21シーズンまでに決めたいと19から20シーズンは、 コーチ不在のままシーズンへ突入する可能性も示唆した。ロシア単身合宿から帰国したうのはエテリへの支持を有力視していた世間の予想に反して19から20シーズンをメインコーチなしで臨むことを明らかにした。当面は中京大学を拠点とした上でジャンプコーチに本田武タを起用。18から19シーズンに エキシビションで使用したグレートスピリット OSP にカラムスコットのダンシングオンマイオンを FS に使用することを発表。振り付けは両者とも18から19エキシビションでタッグを組んだシェイリーン・ボーン、デビット・ウィルソンに依頼し競技用プログラムとして樋口美穂子以外の振り付けで臨む初のシーズンとなった。グランプリシリーズ初戦となるフランス国際。 ショートプログラムでは6分間練習からミスが目立った。冒頭の4回転フリップで2.36点の加点を導く成功。しかし、4回転トーループで点灯、さらに練習から失敗の少ないトリプルアクセルでも点灯、79.05点の4位と出遅れた。フリーでもトリプルアクセルで2度点灯するなど制裁を書き、フリー9位の136.79点。 合計215.84点で15年のシニア転校後最低となる8位にとどまり、グランプリファイナルの出場は絶望的になった。その後グランプリシリーズ第2戦ロステレコム杯を前にスイスのステファン・ランビエルコーチの下で指導を仰ぎ、第2戦での巻き返しを狙った。ロステレコム杯では、うの希望により、ランビエルコーチが正式なコーチではないものの試合に同行し、 コーチと同じ立場で技術的なアドバイスをしたり、試合後のキスくらいで、宇のの隣に座るなどした。結果、ショートでは4回こそ点灯したもののフランス杯で、決められなかった残りに2本を着氷し87.29、4位につける。フリーでは、冒頭の 4S で点灯した際に、靴がずれて、違和感があったと2本目の 4T を、入りのモーションは言ったが飛ばず、スルー。 その後のジャンプは着氷し、本数を合わせるため最後のこれをシークエンスを早めに、切り上げ 4t を飛ぶという攻撃的な選択を取るが、成功はならなかった。結果、164.95で4位となり、僅差で表彰台を逃し、グランプリファイナル出場はならなかったが、フランス杯とは違い笑顔を見せるシーンが多く、復調の兆しを見せた。 全日本選手権4連覇4年振りの羽生結弦との対決に注目が集まる中、うのはステファン・ランビエルに支持することを発表した。うのは全日本へ向け、スイスで1ヶ月近くステファン・ランビエルの下で練習をしており、GP 会出場を逃したこともあって比較的落ち着いて調整ができたせいか練習から笑顔を見せる。ジャンプも課題であった4回を決めるほか、 4S に加えて2シーズン封印してきた4ローを着氷するなど好調をアピールした。ショートでは4回、4T-2T、3A をすべて完璧に決め、非公式ではあるが、自己ベストをも上回る105.71をマークし、羽生譲る110.72に次ぐ2位につける。フリーでは4回転を。自己ベストからは約13点離れたが、 今季自己ベストとなる184.86をマーク。その後最終滑走で登場した羽生譲がミスを連発し、自己ベストから大きく離れた172.05に止まったためうのが逆転優勝で全日本選手権4連覇を決めた。これにより、うのがハブとの直接対決を制した初めての大会となった。代表に決定していた4大陸選手権は、 ステファン・ランビエールコーチに指示するにあたり練習拠点を海外に移したことにより世界選手権に向けてジャンプ精度の向上とプログラムの完成度を高めていくことに重点を置くため出場自体を決め欠場となったその後世界選手権への調整のため B 級大会ではあるがチャレンジカップにエントリーショートでは4回を完璧に決めるが4 t で回転不足ステップアウト 3A では、加点が伸びきらず主位ではあるものの自己ベストからは、遠い91.71に止まった。翌日のフリーでは2シーズン苦戦してきた 4S を、きれいに着氷し、勢いに乗る。前日と同じく 4T ステップアウトのミスはあったがそれ、以外は、高い完成度でまとめ、飛行に、シーズンの締めくくりとなる、世界選手権は、同年の1月頃から急速に世界に拡大した。 新型コロナウイルス流行の影響により、3月11日に ISU より中止が発表された。宇野はスケート連盟を通じ、まずは世界中の人々が安全な日常を送れる日が一刻も早く来ることを願っております。明けない夜はないと信じ、これからもアスリートの本分を全うし、今自分にできることを精一杯やっていきたいと発表し、拠点のスイスから帰国。 自主隔離に入った。世界選手権中止後も ISU は、代替試合の開催を検討していたものの、4月16日に、正式に断念。日本では緊急事態宣言の発令に伴って、教育機関を含む施設が閉鎖され、練習拠点である、中京大学のリンクも閉鎖されたことから、2ヶ月以上、表情から離れる生活を余儀なくされたで、幸いにもシーズンオフと重なっていたので、 他のスポーツ、他の競技よりは、痛手は少なかった。僕はまだ恵まれている方と思っていたことを明かしている。緊急事態宣言が解除された後も、海外への渡航制限から、拠点のスイスへ戻ることができず、ショートフリートも、毎シーズンのプログラムを継続することを決める。7月、任天堂のゲーム、大乱闘スマッシュブラザーズシリーズの、トッププレイヤーとの対談や対戦を、 オンラインで公開し話題になる。8月には現役のフィギュアスケーターで個人では初の YouTube チャンネル、うのしょうまアップロードチャンネルを開設。第1回目の動画の中でフィギュアスケートの普及に少しでも貢献したいと解説理由を語った。以降、スケートの道具の紹介やリンクでの練習風景、スケート仲間とのトークといった様々なコンテンツ動画を おおよそ週に1回のペースでアップしている。9月に入りようやく拠点のスイスへ戻ることがかない、GPS フランス大会に向け調整に入ったものの、新型コロナの流行の拡大が収まらず、直前になって中止が決定。年末の全日本選手権がシーズン初戦となる異例の事態となった。5連覇がかかった全日本選手権では、ショートでジャンプにミスが出て3位発進。 フリーでは4回転サル、コー、4回転フリップ、4回転トゥループの3種4本の4。エキシビションでは2020から21シーズンのショートプログラム用に準備しながらブラッシュアップが間に合わず使用を断念したプログラム、オーボエコンセルトを初披露した。3月の世界選手権では現地入りしてからスイスでの練習は何だったのかと思うほどのジャンプの不調に陥り。 公式練習では4回転がほとんど降りられないまま本番を迎えた。ショートでは冒頭の4回転フリップ、続く4回転、トゥループはコンビネーションが2回転になったものの着氷。しかし最後の3回転アクセルで転倒し6位発進となった。フリーでは手をつくジャンプもあったものの、その他のジャンプは転倒なく終え、フリーで3位、総合4位で終えた。 帰国後の隔離が必要なことから、愛知県で4月5日6日開催の聖火リレーの聖火ランナーを辞退。帰国後は隔離生活からそのまま国別対抗戦に臨んだ。しかし、世界選手権でシーズンを終える予定で靴を調整していた関係で、国別対抗戦まで靴が持たず、公式練習の3日前に、急遽新しい靴を下ろすことになった。その影響もあり、ショート9位。 フリー6位で終えた。マークがついている大会は、ISU 公認の国際大会。2018年世界選手権銀メダル2018年ピョンチャンオリンピック銀メダル2017年世界選手権、銀メダル2017年4大陸選手権銅メダル2016年、グランプリファイナル銅メダル2015年、グランプリファイナル銅メ,メダル2015年、グランプリファイナルのショートプログラム2015年、 世界ジュニア選手権優勝2015年 JGP ファイナルのショートプログラム2014年ジュニアグランプリファイナル優勝ありがとうございます